はい、皆さんこんにちは。麻生スタジオのプロデューサー南と申します。本日はですね、麻生建築デザイン専門学校にお邪魔して、学校のですね、雰囲気であるとか、それからどういうような授業をやってるのかというのも、いろいろお伝えできたらなというふうに思ってですね、今日は先生方をお呼びしております。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。では先生たちから早速ですが、自己紹介をお願いします。麻生建築デザイン専門学校で建築工学科の担当しております原と言います。よろしくお願いします。はい、先生よろしくお願いします。建築専攻科で担任をしてます森幸と申します。よろしくお願いします。はい、先生よろしくお願いします。建築工学科担当してます古賀と申します。よろしくお願いします。はい、先生よろしくお願いします。はい、クリエイティブデザイン学科ビジュアルデザイン専攻担当します八広と申します。よろしくお願いします。あの今日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。まあ、いろんなのことをちょっとね、質問させていただきながら、まあ、いろいろなことを紐解いていきたいなというふうに思うんですけど、ちなみにあの先生、麻生の建築の大学学校には先生何人ぐらい在籍されてるんですか。まあ、28人くらい、30いないくらい。なるほどですね。学校全体としては大体学生何人ぐらいいらっしゃるんですか。700人超えてます。ね、非常勤の講師も入れるともうちょっと多いんですか。非常勤が別で多分50人ぐらい。そうですか。先生方は麻生に入って何年なんですか。もう多分20年近いかな。なるほど。でも、いや同じくらい。なるほど。え、ゴリエキ先生も。若干後輩ってことですか。なるほど、はい、同級生なんですけど、射撃はちょっと少ないってことですね。はい、なるほどですね。じゃあ、お二方、ひな壇のお二方は何ですか。自分たち同期なんです。あ、そこの同期、なるほど。5年ぐらいですかね。なるほどですね。やっぱり若手は上でひな壇でね、ちょっとガヤの、入れなきゃいけない立場で、ね。声出していきましょうね、声出して。ちなみに、あの前職は何をされてたんですか。前職は、まあ、いわゆるデザイナーなんですけど、屋外の設計とかもやるし、はいはい、デザインとかもするし、はい、両方の感じ。なるほどですね。森木先生はどうでしょう。はい、建築の設計事務所に、はい、勤めていました。そうですか。はい、それで20年間もう、そう、一つで行われてるんですね。そうですね、20年はい。そこ大事ですね。大事ですね、大事ですね。はい、小川先生は自分は設計事務所で設計してます。そうですか。僕はウェブ制作会社で、もう基本的にはデザインの分野で。なるほどですね。それぞれ皆さん、なんかその教員になろうと思ったきっかけみたいなのがあるんじゃないかなと思うんですけど、先生のことどうですか。そうですね、ちょうどそのだから先生になるくらいの年に、はいはい、いわゆるその公共事業が調子悪くなっていった年で、はい、デザイナーがちょっと活躍する場がちょっと弱かった。いいデザイナーが世の中に増えてほしいなっていうふうなことは思ってて、じゃあまあ自分がデザイナーとして頑張るのもいいんだけど、まあ、もっといいデザイナーが増えてくれたらいいなっていう思いで、ね、あ、じゃあそうだったら先生いたっていう。なるほどですね。そういうきっかけで、うん、なるほど、どんな先生になりたいかと、まあ、自分楽しかったらいいなと思ってて。なるほど。建築って結構難しいじゃないですか。はい、ただ難しいでその勉強から外れちゃうとかもありそうだし、勉強楽しいものだと思ってもらったら、どん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 学ぶことをしてくれると思うので。なるほどですね。まあ、なんかとにかく楽しく学んでほしいな。楽しいがもっとなんですね。言葉悪いかもしれないけど、はい、建築ばかりになってほしいな。なんか建築のことを本当に好きになって、はい、それを好きになることを楽しめる。なるほどですね。うん、まあ、よく誤解されがちじゃないですか。楽しいっていうのは例えばワイワイガヤガヤがね楽しいというふうに思われがちですけど、まあそれだけじゃない、もう夢中になってやってることが好きみたいな、それがなんか楽しいっていうふうにこうなってくれるといいと思うんですよね。今僕はあの、まあ、麻生専門学校グループですね、まあ、一応全体感をこう見させていただいてるんですけど、まあ、その中で建築デザイン専門学校ってすごい人気、もう伸び盛りというか、もうすごいじゃないですか、募集に関してもね。それの理由って何だと先生は思っていますか。
そうですね、まあ、まずはやっぱりその建築建設業界が、まあ、比較的好調であるというところ、はいはいはい、もう本当に人材不足で、まあ、国もそういう建設人材を増やしたいっていう方針にあるというのが、まあ、一つ後押しになってはいるというのは思います、はい、なるほどですね、まあ、国の施策としてね、もう本当に増やしたいってありますからね。どうですか。はい、建築士の合格率が高いというのもあると思います。なるほどですね。それはあの、他校、まあ、競合さんに比べて高いということですね。他にはどうですか。日本最先端 の、はい、あの建築キャドソフトの微妙です、はい、本格導入しているっていうのがあるかもしれない。はあ、なるほど。機材も最新鋭と。今スーパーテレコもどんどん導入してます。はいはいはい、はい、やっぱりそうなると、ね、学生時代からそういうのをこう使えて、卒業していくっていうのは、まあ、これは大きな一つの武器になるっていうのはなんか分かりますね。じゃあ先ほどまではちょっとその建築デザイン専門学校についての魅力を聞きましたけど、あそのグループとしての魅力っていうのはどんなところで感じます。そうですね、やっぱりあそのグループは本当にマナーとか、社会人としてっていうのを割とくどくど言う方だと思うんですけど、その分な社会出た時にあれやっといてよかったとか、あれ教えといてもらってよかったっていうふうに言われることは多いと思うんですよね。だからそうするとやっぱりそこら辺が、はい、あの自然と身についているっていうのが本当に強いかなとは思う。最後にですね、これからの麻生建築デザイン専門ってどういう学校になっていくのか、どういうふうにしていきたいのか、ちょっといただけると嬉しいなと思うんですけど、はい、建築デザイン専門学校は本当に建築とデザインのプロをもう目指している人たちが集まっている学校なので、ものづくりに携わっていきたいなっていう、そういう志の人本当にたくさん来てほしいなと思いますし、ものづくりの現場で、活躍できている人が増えていってほしいなっていう思いですね。そうですね、やっぱりどんな学生に来てほしいかっていうと、やっぱり夢を追いかけている学生が本当に来てほしいです。あの一緒に皆さんも先生方もそうですけども、学生と一緒に走り抜けたいというか、夢に一緒に行ってですね、ゴールまで行きたいなっていうのは学校の方針としてもあるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、いい話も聞けたので、まあ、今日はこの辺にしたいなと思うんですけど、毎日ね、学校説明会やオープンキャンパスもやってます。気軽にあの学校に来ていただいたり、お問い合わせいただけたらなと思っております。あの楽しい先生も本当にいっぱいいますので、はい、見たよって声かけてくれるとすごくいい返しくれるんじゃないかなと思いますので、はい、ということで、まあ、次回の配信もまたアソスタジオ続きますので、次の配信もお楽しみください。それでは一旦今日はこれで終わりにしたいと思います。皆さん、さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。